私はあるある星の女の子、ミーチ・アル。あるある星はとても高度な文明を持つ星で、私はそこの学校アルデミーの6年生。アルデミーの卒業試験のためにアルは地球にやってきた。アル、違う星から来たことがバレた場合はこれを使います。記憶を書き換えないと。大丈夫？うん、分かってる。誰にも言わない。宇宙人だってこと私とあなただけの秘密にする。いや、だから何しに来たの？ミステリーサークル作り？それともキャトルミューティレーション？わあ、ワクワクする。私はシルシ、みんなはシルちゃんって呼ぶわ。よろしくね。印西市？印西市、ここは千葉県の印西市というところなの。なかなかちゃんと呼んでもらえないのが切ないのよね。はあ、アルはこの星にあるあるを集めにやってきた。ある、あるある？あるある星は文明が進みすぎちゃって安全安心なのはいいんだけど、なんだかとっても退屈な星になっちゃった。ある、だから地球のような未開の星のあるあるを集めて、それをみんなで楽しもう。ある、聞け。へえ、今シルちゃんが教えてくれたあるあるがあるある星のマザーコンピューターに送られて。ちゃんと呼んでもらえないなんて切ないよね。認められるとメーターが一つつく。ある、メーターがいっぱいになるとアルデミーを卒業できる。ある、じゃあたくさんあるあるを集めないとだね。うん、よし、私にいい考えがある。お？うん、青森から転校してきたアルバヤシアルミちゃんだ。ここ印西のこと何も知らないみたいだから、みんないろいろ教えてあげるように。はい。へへへ、この印西市は千葉くんの目のあたりにあるんだよ。チバニアンって地層が有名だけど、ここ印西にもキオロシ層という有名な地層があるんだよね。ちなみにキオロシってこう書くんだよ。読めないだろう。どう？たまった？学校で教わるようなあるあるじゃカウントされない。ある、私、キオロシ駅のおせんべいが大好き。おせんべい裏返しているおばあちゃんたちがむっちゃかっこいいんだよね。うん、こういうのがいい。ある、の街並みがよく見える。あるでしょ。印西には2つの顔があってね、歴史ある街と新興住宅地が隣り合わせで共存しているの。自然とハイテク、水運と陸運、小さな商店と超大型の店舗、それぞれ異なる文化が共存している。つまりこれが印西バランス。印西バランスと、それは置いといて、印西のいいところってズバリ包容力なのよね。包容力？何でも受け入れちゃうってこと。へえ、そうあるか。ただいま。ええ、さあ早く。ええ、宇宙人なの？
地球にいる間、うちに泊まっていくといいよ。パパとママも簡単に受け入れちゃう。アルカ、はい、アルちゃん、ありがとう。アル、印西のアルアルか。そうね、やっぱり住みよさランキングの常連だってことかしら。7年連続ナンバーワンだったんだよね。すごい。ある、印西に生まれ印西で育って37年、ずっとここに暮らしている身からすると実感がない。あ、あるあるがたまった。ある、やったね。明日は日曜日だし、町に出てあるあるを探してきたらどう？町に行けばたくさん集まるんじゃないかしら。いいね、そうしよう。ある、これが元のよ。冬になるとここに綺麗な白鳥が来るんだよ。こんな地味な場所になんで来る？ある、あるちゃん、地味で悪かったな。おお、何やるか、あの乗り物は。幸運機だよ、じいちゃん。ああ、ゆうた。そうだ、じいちゃんにも聞いてみようよ。印西のあるあるたくさん知ってると思うよ。今日は珍しく寂くて来らんねえから、餌減って抜くとばってけよ。うん、地元の言葉は何言ってるかよくわかんないな。サブクネアル、ラチャクチャネアル。すげえ、そっか、アルちゃんは自動翻訳で会話してるからわかるのか。建物がいっぱいある。マザーシップみたいにでっかい。ある、これは何あるか。観覧車だよ、乗ろう。はあ、高くていろんなものが見える。ある、誰あるか。こんにちは、転入生のアルちゃん。クラスメイトのリンナちゃん。この景色を後ろにして投稿するとすぐに650いいね。アイドル目指してるんだって。なるほど。ある、いい眺めでしょ私の元に集まったファンが見えるこの場所が好きなの。ファン？今印西には人がどんどん集まっているの。私目当ての人がね。ほら見て、新しい家がどんどん建っているじゃない。なんかこの子すごい。ある、人だけじゃないわ、企業だって集まってくるのよ。ほら、あの大きな建物を見て。あれはデータセンターだね。そう、私の投稿を保存しておくデータセンターよ。データセンター？ここ印西は地盤がしっかりしているから、大事なデータ、つまり情報を集めておくのにいいんだって。ところであなた、宇宙人でしょ？なあ！一昨日の夜の隕石騒動、あれ、あなたが乗ってきた UFO でしょ？違う。ある、ねえ、何しに地球に来たの？地球を侵略するんでしょ？そのためのリサーチに来たんでしょ？侵略？リンナちゃん、映画の見すぎ。映画？なるほどね。それでアルちゃん、映画が見たいって言い出したのか。これが映画。あるか、いろいろある。ある、な、なにある、これ。アルたちはこんなことしない。ある、これは私たち地球人が楽しむために作った嘘の話だから。楽しむ？こんな乱暴が楽しい。ある、私は楽しくないけど、パパは好きだよね。まあそうだね。こんな怖い宇宙人見たことない。ある、いたぞ。地球は宇宙人の好きにはさせない。やっちまえ。に帰らなくちゃ。まだまだある。あ、大事なデータ、つまり情報を集めておくのに。データ、
映画のデータをあるある星に送れば地球のあるあるがたくさん集まる。ある、やった、よかった。ある、これですぐに帰れる。ある、慌ただしいんだから。おはよう。うん？何かあったのかな。これ、あなたたちと関係あるの？それって、おい、あれ見ろよ。あるある星の宇宙船。突如現れた巨大な宇宙船は世界各国で目撃され、その様子はまるで SF 映画のような光景です。うん。なんでこんなことに？アルのせいかも。映画で宇宙人が地球に来る理由は大概地球侵略であり。あ、アルちゃん！ちょっと二人とも。何これ、地球のあるあるを伝えるために昨日たくさんの映画をあるある星に送ってしまった。ある、じゃあもしかしてあれも、あれも、そしてあれも全部地球侵略映画あるある。なんで映画のあるあるが現実になってんの？あるある星のマザーコンピューターは映画の中のあるあるを本当のあるあるだと勘違いした。ある、いや、あるが多すぎてよくわかんない。つまり映画の通りに地球を侵略しに来ちゃったってことかしら。みんな、あ、あれを見ろ、印西くんが巨大化してる。怪しげな男がラブラブなカップルを襲っている。地球侵略映画だけじゃなくてパニック映画あるあるまで現実になっちゃってる。私のせい。ある、私があるあるを集めてしまったからこんなことに。こんなあるあるは印西のあるあるじゃねえな。あなたは？じいちゃん。あるちゃんよ、印西のあるあるもう一回集めてみようじゃねえか。でもどうやって集める？ある、そうだ、リーナちゃん。何よ。力を貸して。力？わあ、続々とコメントが来てる。ある、当然でしょ、だって私よ。すごい、色が戻っていく。ある、よし、追い打ちよ。みんな、地球を救うために印西のあるあるを教えて。印西のあるある？あ、そうだな、キジヤのウサギに会えちゃうほど自然がたくさん。キヨロシソウのすぐ脇で虫を取ったりして遊んだな。そうそう、そんな大事な場所だって知らずにな。すごい勢いで印西の素敵なあるあるが集まってる。ある、あれを見て。もう受け入れてる。ある、奥が深いとこも印西あるあるだな。なんたってここ印西はですから。あなたは印西市の市長さん。あるあるは集めるもんじゃねえ、作るもんだ。どういうこと？おめら若い連中が
これからの印材あるあるを作っていくんだ。それをハラハラドキドキのパニック映画さながらのものにすっか、みんなが仲良く暮らせる世界にすっか、おめたちが選べばそれが印材のあるあるになってくんだ。印材名物カレーとチャイですよ。いや、印材はインドじゃないから。おめでとう。あれから7年、ここ印材にはいつもと変わらぬ光景が。いや、あれから印材はちょっと変わった。今ではたくさんの宇宙人が印材に住んでいる。こうなったのはアルちゃんのせい。アルちゃん、シルちゃん、久しぶり。アルちゃんが集めた印材あるあるは宇宙でバズって有名に。春になると宇宙人がたくさんやってくるのも今ではすっかり印材あるあるですね。ある。窓を震わせる雫、街並みがまだらに溶けてく夜、目が星になって降り注いだら願い事をしよう。小さくても大きくてもいいけど、君と同じことがいい。Don't know.